お疲れ様です。競輪いつきチャンネルいつきです。小松島競輪がね、明日から G3 初日ということですので、8、9、10、11、12、5つのレースを展開予想していきたいと思います。まずは小松島競輪400メートルバンク、直線が 55.5 メートルとやや長いです。1着の決まり手。逃げ15、まくり24、差し60、圧倒的差し合い有利ですね。2着、逃げ16、まくり16、差し35、マーク33と、筋違いもしっかり入るというバンクですので、初日から灼熱のあれがあると思います。しっかりと高配当をゲットしていきたいと。それでは8レースメンバーを見ていきましょう。1番、伊勢崎。2番、旧島。3番、高橋。4番、徳永。5番、山賀。6番、下野。7番、鈴木。8番峰重、9番川口となっております。ラインを確認していきましょう。7、5、1。7番の鈴木に5番の山が、1番の伊勢崎が回ります。2番、4番。2番の旧島に4番の徳永。9番、3番。9番の川口に3番の高橋。6番、8番。6番の下野に8番の峰重ということで、3対2対2対2、ライン4分線です。ライン先頭を走る自力型比較していきましょう。7番の鈴木、バック14回、ホーム10回、逃げの決まり手が5、まくりが0、差しが0、マークが0と、もうここできった時の破壊力、優に及ばずと、ちょっとね、まくりには決まり手ついておりませんけどね、威力の方は十分あるということですので、まあ、ここはスタート取って下がってのかまし、まくりでね、勝負をしていくと。2番の旧島、バック5回、ホーム8回、逃げの決まり手が2、まくりが0、差しが2、マークが0。こちらは線差しのような形で戦ってますよね。ですから、前々にいて、誰も来なかったらギリギリで逃げる。誰かいたら3番手、4番手を確保。そこからの差しまくりと。9番の川口、バック6回、ホーム7回。逃げの決まり手が1、まくりが4、差しが3、マークが1と。こちらはまくりを基本にしたオールラウンドプレイヤーということです。怒涛のかましも十分あると思います。6番の下野、バック6回ホーム7回、2の決まり手が1、まくりが3、差しが1、マークが0と、こちらもまくり主武器のオールラウンドプレイヤーですけれど、まあ、A1 からね、上がってきたということですから、S 級上位、どこまで通用するのか楽しみと。スタートはね、1番の伊勢崎もいますし、なんといっても7番の鈴木リック、まくり先行タイプということでね、ホーム戦が10回しか通過してませんけれど、バック戦は14回通過していると。ホーム戦が先にあって、バック戦が後にあるということですから、バック戦の方をたくさん取ってるということなんでね、やっぱり仕掛けが若干遅いとなると、前々にいたいのかなということで、7、5、1が、まずはスタートを決めると。そうなると2番4番が前中段、9番3番が後ろ中段、6番8番は外枠引いておりますので後方からと。赤番で6番8番がこれしっかりとね、インを切りに行くことですよね。中段取りに動くと。9番3番が切り替えて2番4番7、5、1と。長距離をね、一番もがけるのは7番の鈴木ということですから、ジャンからホームにかけてですよね、一気果敢の先制。ここでね、6番がどこまで抵抗できるかというところでしょうか。7、5、1がねじ伏せる。6番、8番、しっかりと中段取れているかどうか。9番、3番、2番、4番は後方からのまくる展開と考えましたので、まあ、こうなればね、5番の山賀でいけるだろうということでね、5番の山賀から狙っていきたいと。抑えの方はなんですけれど、ここはね、9番の川口がかましを決めていた時ですね、3番の高橋が抜け出してくるということで、3番の高橋から狙いたいと思います。まずはね、5番の山賀から7番1番、ラインの前後をつけて、そこに襲いかかってくる9番の川口、2番の旧島ということで、5から7、1、9に折り返し線、こちらが本線ですね。そして、抑えの方は3番の高橋から、9番の川口ラインなどでつけていきます。7番の鈴木が粘りに粘る。2番の旧島がまくり追い込んでくる。5番の山賀が番手からのバンバン車検ということで、3から9、7、2、5、こちらの方が対抗ですね。そして大穴はというと、6番の下野が連に絡んだ時ということで、6番の下野から3番の高橋、そして5番の、ね、山賀両主力をつけて、6から3、5、こちらの方でね、しっかりと8レース狙っていきたいと思います。それでは9レースメンバーを見ていきましょう。1番原田健太郎、2番土屋、3番小林、4番菊池、5番室井、6番小林、7番片織、8番井原、9番上野となっております。ラインを確認していきます。7番3番、7番の片織に3番の小林大輔、9、1、5、9番の上野に1番の原田健太郎、5番の室井が固めます。
4番、2番、4番の菊池に2番の土屋、6番、8番、6番の小林に8番の井原ということで、2対3対2対2、ライン4分線です。ライン先頭を走る自力型比較していきましょう。7番の片折り、バック6回、ホーム8回、逃げの決まり手が3、まくりが3、差しが1、マークが0と、まくり先行タイプとなっております。9番の上野、バック12回、ホーム12回、逃げの決まり手が7、まくりが4、差しが1、マークが0と、先行まくりで戦います。4番の菊池、バック3回、ホーム3回、逃げの決まり手が0、まくりが2、差しが1、マークが1と、まくりはね、主武器なんですけれど、かましが出るのかどうかと、まあ、中段取ってからのまくり差しですね。6番の小林、バック8回、ホーム8回、逃げの決まり手が1、まくりが2、差しが1、マークが0と、まくり先行タイプ、ここ動いていけるのかどうかというところで、ちょっと力不足かもわかりませんと。スタートなんですけれどもね、ここはスタート牽制が入ると思います。1番の原田、本来だったらね、受けて立ちたいところでしょうけれど、9番の上野もね、急車で前取ってね、下がってからのかましいっていうのはしんどいと思うんでね、まあ最低からで中段から仕掛けていきたいというね、ここ、四国地元作戦というのがあるんじゃないかということになってきますと、スタート牽制入る。そうなればまあ7番の片折りまくりしたいということなので、7番3番が受けて立つ、9、1、5が中段、4番2番が後ろ中段、6番8番が外枠引いておりますね、後方からと。赤番で6番8番がインを切りに行く、4番2番が切り替えて9、1、5、7、3と。まあこうなればね、あとは発進の気を伺うだけということで、9番の上野がね、一気果敢の先制、6番8番が中段、4番2番7番3番は後方からまくる展開と考えましたので、まあこうなればね、もう1番の原田盤石の展開と。今ちょっと1番の原田ね、調子落ちというところがあるんですけれど、まあ番手もあれば別問題ということになってきますから、しっかりとここは、飛びつぎてくるような選手も今のところ見当たりませんので、ここはしっかりとね、周囲をキープしてくれるんじゃないかということで、1番の原田から狙っていきたいと思います。抑えの方なんですけれど、7番の片折りのかましが決まってた時ですよね。3番の小林大輔から狙います。1番の原田から、9番、5番、ラインの前後をつけて、そこに襲いかかってくる7番の片折り、4番の菊池ということで、1から9、5、7、4、折り返し前、こちらが本線ですね。そして抑えは3番の小林大輔から、7番の片折りが粘りに粘っている、4番の菊池がまくり追い込み、9番の上の粘りに粘っているか、5番の室井が突っ込んでくるということで、3から7、4、9、5、こちらの方がね、抑えです。そして穴はね、8番の井原と、まさかの6番の小林が逃げていて、そこからね、連に絡んできた時ということで、ね、ここは大穴候補と、8から1番の原田、3番の小林、両ね、主力につけて、8から1、3、こちらの方で9レースは狙っていきたいと思います。続きまして10レースメンバーを見ていきましょう。1番水谷、2番山崎、3番佐藤、4番岡本、5番神田、6番永井、7番の佐賀、8番の松山、9番の一戸となっております。ラインを確認していきましょう。7、2、4、7番の佐賀に2番の山崎、4番の岡本が回ります。5、1、8、5番の神田に1番の水谷、8番の松山、9、3、6、9番の一戸に3番の佐藤、6番の永井ということで、3対3対3、ライン3分線です。ライン先頭を走る自力型比較していきましょう。7番の佐賀、バック11回、ホーム8回、逃げの決め手が4、まくりが3、差しが1、マークが1と、まくり先行タイプと、かかりきった時の破壊力っていうのはね、このクラス屈指です。5番の神田、バック8回、ホーム6回、逃げの決まり手が2、まくりが2、差しが1、マークが0と、こちらもまくり先行タイプです。中段からのね、3半まくり追い込み決まれば頭までと。9番の一戸、バック3回、ホーム2回、逃げの決まり手が0、まくりが4、差しが1、マークが0と、こちらもまくり先行タイプですけれどもね、欠場明けからの復帰戦ということなのでね、9番の一戸が、しっかりと先手を奪っていくということもね、まあ考えておいた方がいいかなということですね。まあスタートはここもね、スタート牽制入ると思うんですよね。9社の競輪で、まあ5番のね、神田も前行けはそんなに戻したくないだろうと。まあそうなると、7、2、4が受けざるを得ないのかなと。5、1、8が中段、9、3、6が後方からと。赤番で9、3、6が先行体制、5、1、8がいて、7、2、4と。まあ、このままね、9番が逃げていくという展開もね、対象はね、考えておいた方
方がいいかなと。まあ、ただ普通に行けば7番のサガが細めのスパート、ジャンからホームぐらいにかけてですよね。724で叩く、936が中段、518は出遅れるということを、ね、考えましたので、まあ、こうなってくれば2番の山崎で行けるだろうということで、ね、ここは2番の山崎から狙っていくと。抑えの方なんですけれども、9番の一戸が逃げていたとき、3番の佐藤がレーンに突っ込んでくるということでね、行きたいと思います。まずは2番の山崎から、7番、4番、ラインの前後をつけて、そこに襲いかかってくる5番の神田、9番の一戸ということで、2位から7、4、5、9、折り返し線、こちらが本線ですね。そして抑えは3番の佐藤から9番、6番、ラインの前後をつけて、7番の佐賀がまくってくる5番の神田のまくりということで、3から9、6、7、5。そして穴は5番の神田がしっかりと中段取っていたときということで、1番、水谷はラインマークなどでつけまして、あとは7番、9番、佐賀と一戸、自力をつけてということで、5から179、こちらの方でね、小松島10レース狙っていきたいと思います。続きまして11レースメンバーを見ていきましょう。1番犬伏、2番青森、3番山中、4番磯島、5番畑、6番八尋、7番今野、8番八谷、9番成田となっております。ラインを確認していきます。157、1番の犬伏に5番の畑、7番の今野が回ります。4番2番、4番の磯島に2番の青森、3番9番、3番の山中に9番の成田、8番6番、8番の八谷に6番の八尋ということで、3対2対2対2、ライン4分線です。ライン先頭を走る自力型比較していきましょう。1番の犬伏、バック12回、ホーム6回、逃げの決まり手が5、まくりが9、差しが0、マークが0。まくり先行タイプです。4番の磯島、バック7回、ホーム8回。逃げ抜き前手が2、まくりが2、差しが1、マークは0と。こちらはね、まくり先行タイプですね。3番の山中、バック1回、ホーム1回、逃げ抜き前手が0、まくりが3、差しが1、マークは0と。どうした山中、かましが出ないぞ。ということで、まくり差しで戦っております。8番の8夜、バック6回、ホーム7回、逃げ抜き前手が3、まくりが3、差しが1、マークが2と。ここのね、8番の機動力も侮れないと。できてしまえば粘りに粘ると。スタートなんですけれどね、まあ、5回の武士受けて立つでしょうということで、1、5、7が前受けすると。そうなれば2番の青森がいますからね、4番、2番が前、3番、9番が後ろ中段、8番、6番は、まあ、後方からと。赤番で8番、6番がしっかりとインを切りに行くと、3番、9番が切り替えて4番、2番、1、5、7と。まあ、急車の競輪なんでね、後ろに下がりきるまで時間がかかるんでね、ジャンではかませないと思うんですけれど、まあ、このね、ホームあたり、からね、一気の発進、1、5、7、8番6番が、しっかりと中段をキープ、3番9番4番2番が後方からのまくる展開と、まあ、考えましたので、直線がねある程度長くて、そして圧倒的差し合い有利というバンクなんで、まあ、1番の犬節をねしっかりとね刺してくれるんじゃないかということで、5番の畑から行きたいと思います。そして、穴なんですけれど、まあ、まさかの犬節が不発時ということですね。まあ、8番が4番が逃げているところ、3番からね、3番が中段からの先まくり行った時ということなので、3番で山中を抑えていきたいと。まあ、ここは本戦臭いんでね、まあ、本戦サイド勝負かなということで、5番の畑から、まあ、1番7番をつけまして、折り返し前、こちらが本戦ですね。あとは犬伏がまくりになった時、畑がね、まさかの3着にしか突っ込んでこれない。逆に、犬伏が逃げたとき、5番の畑が刺して、1番の犬伏が3着ということがありますので、1号全員1号と。まあ、そして抑えは、まあ、3番の山中ね、ここのまくり一発からと。9番の成田健二はラインなのでつけまして、1番の犬伏、そして5番のね、畑というところをね、まあ、しっかりとつけて、2番の青森が絡めばウルトラ高配当ということでね、3から9、1、5、2、こちらの方でね、11レース狙っていきたいと思います。さあ、それでは最終12レース特選メンバーを見ていきましょう。1番松浦、2番佐藤慎太郎、3番太田、4番神山拓也、5番山田洋平、6番菊池、7番小倉、8番鷲田、9番増木となっております。ラインを確認していきます。1、3、7。1番の松浦に3番の太田、7番の小倉が固めます。5、2、8。5番の山田洋平に2番の佐藤慎太郎、8番の鷲田。9、4、6と。9番の
まあ、次に4番の神山拓也、6番の菊池ということで、3対3対3、ライン3分線ですね。ライン先頭を走る自力型比較していきましょう。1番の松浦、バック2回、ホーム1回、2の決め手が0、まくりが8、差しが6、マークが0と、まくり差し、オールラウンドプレイヤーですけれども、まあ、ここね、正直な話、3番の小田の前を回る、そしてここどこで走ってるんですか、小松島ということがありますんでね、1番の松浦、いつも通りの戦いじゃなくて、ここ、かましてくる、もしくはね、先行するということを考えております。5番の山田、アバック5回、ホーム4回、逃げの決まり手が3、まくりが5、差しが7、マークが3、オールラウンドプレイヤーです。ここはね、1番と9番の叩き合いを、まあ、じっくり待って、一発ね、まくり切れば脅威と。そして、9番のおますぎ、バック18回、ホーム14回、逃げの決まり手が9、まくりが2、差しが0、マークが0と、まくり先行タイプですけれど、まあ、長距離もがけるのが9番のますぎのね、真骨頂ということなんで、まあ、本来だったらここがね、バックを取っていくという競争があると思うんですけれど、初日の特戦でね、1番の松浦がね、太田の前を走っていると、散々今までね、太田、とね、連携してきたときは、まあ、太田が前で松浦が後ろというね、競争でしたから、まあ、ここはね、恩を返してやるぜということで、1番の松浦の先行じゃないかなと思ってるんですよね。それがね、まあ、ここ、小松島で走っている特選というね、ことを考えていけば妥当かなと。まあ、スタートはね、1、3、7ね。前受けするのか、それとも我慢するのかということでね、本来だったら1、3、7で前受けですよね。5、2、8がいて9、4、6と。赤番からバックにかけて9、4、6がね、しっかりと5番を牽制しながらね、1番前を叩くと。5、2、8が中段で1、3、7がまくる展開。これがね、普通の展開なんですよね。この展開になると思われる方は、4番の神山拓也か、5番のね、山田洋平から狙っていくのがベストかなと。ただし私は先ほどから何度も言ってるようにね、やはりここは1番の松浦の男気先行見れるんじゃないかということで、1、3、7が先行、9、4、6が中段。528が後方からまくる展開と、考えましたので、この展開になると思われる方は3番から、そして、いや、普通にまっすぐ逃げるでしょうっていう方は、4番、もしくはね、9番と1番の叩き合いになりますので、5番の山田洋平からということで、まあ私は、ね、もう3番のね、太田でいけると思ってます。そしてね、大体こういうのってね、1、3、3、1で売れると思うんですけれど、1番の松浦、突っ張り先行か、それともね、9番のまっすぐを叩いて逃げないといけないということなので、足使いますからね、おそらく残らないでしょうということなので、突き抜け勝負ということでね、まずは7番の小倉の突き抜け、9番のマスギのまくり、5番の山田洋平のまくり、2番の佐藤慎太郎の突っ込みということで、ね、3から7、9、5、2、3、7以外で9、5、2だったら3連単つくと思います。ここで勝負と。あとはね、まあ、ハイター腹立つんで一応3番1番は抑えます。そして4番の神山拓也との折り返しというところですよね。まあ、ここでいけると思います。はい。で、まあ、一応マスギがね、逃げた時ということで、マスギもやっぱり先行へのプライドがありますからね、普段1番の松浦は先行しませんから、その1番の松浦に負けてられないということでね、プライドが爆発した時は4番の神山が番手から抜け出してくると、9番の増杉が粘りに粘る、6番の菊池、しっかりと追走できていけるか、1番の松浦のまくり、5番の山田洋平のまくりということで、4から9、6、1、5、こちらがね、抑えです。さあ、小松島はね、特選かなり面白いんじゃないかなということでね、1、3、3、1でね、僕売れすると思いますけれどね、1番の松浦の男気先行3着以下にずると見ましたのでね、このあたりで入ってくれれば、3番の太田から入って、ね、なんでマンコロついているのというようなね、ことになるんじゃないかなというふうに思っておりますので、実際にそうなっていくのかどうか楽しんでいきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。